これ大学の研究室？こちらはですね、ひでたさんという作家さんの「ガソの森」という作品です。よかったら履物をちょっと脱いでいただいて、うん、はい、ご体験いただけるように。今これは動いてるのは、ずっと映像は出たままなんです。そうですね、プロジェクションからプログラムされた映像、あれにかかるとインタラクティブ映像が変化が起こる。そうですね、常にこう変化している映像なんですけど、うん、それをこうご自身が本を持っていって、うん、4つほど物語があるので、うん、それをこうご覧いただくっていう、今回入れ替わったんだよね、作品が。はい、